ご視聴ありがとうございます。リラックヤの花澤です。今日は催告知ですね。5月11日の水曜日イベントの催告知をします。午後6時から8時まで練馬区役所の会議室にて行います。それで料金の方が5000円、税込み5000円で、当日支払いになります。それで、講師が、リタジネンの水谷平さんと、ガチガチ専門の下川太さんと、坪月イラッケの花澤聖子です。第1部の方で、下川さんが、まず、YouTube の始め方とか、活用法とかメリットデメリットとかいろいろなこうまず知るべきことっていうようなことを説明してくださいます。そして2部の方で手技ライブですねとともにそのカメラの撮影もします。撮影と手技とをが同時になります。で2部の方でやりますのが私の講打法を、伝授します。ここでやりますね。こういうふうに叩く手技のことを、講打法って言うんですね。講打の講は叩く、たで、打が打つ、打楽器の打ですね。こういうふうにしたり、こういうふうにしたり、こういうふうにしたり、この叩く音が好きな方結構いらっしゃるんですけれども、これをそれぞれ説明したり、こうコツをお教えしたり、皆様にいらっしゃってる皆様に実際に体感していただく、それと皆さんでもやり合っていただくみたいな形で。私がやります。これで私が30分行います。下川さんが説明とかいろんなレクチャーだったりとか活用法といったことを30分お話ししてくださる。熱くトークが30分、そして、私の式ライブ講打法をお見せしたり体感していただいたり皆さんでやっていただいたりっていう風にするのが30分ですね。それから締めで水谷平先生のですねツボですね合谷とか極地とかっていったこのセラピストが凝りやすいのツボのほぐし方こう聞かせるというのをね水谷先生はすごくお得意とされていますので、しかもこの手とか腕とかっていうのすごく触りやすくて自分でもやりやすいですし、こうちょっと握手するぐらいの感じでですね、さっさとやっていけますので、すごくそれでちゃんと聞くとはっきり分かるところになります。水谷先生の合谷極地といったツボの伝授が30分ですね。それをこう、そして最後にまとめという感じで、ちょっと交流もしていただいたりとかっていう形になると思います。もうそれだけたっぷりと2時間の中でトークあり手技あり撮影ありっていう感じで盛りだくさんな内容になります。さらにはですね下川先生はお誕生日でもあり、そして木村店長と新見ちゃんが学ぶ側として勉強するというふうにおっしゃっていてですね、この彼ら2人が来てくださることも決まっています。ぜひ会場に足をお運びください。かなり楽しく勉強になる、面白い会になると思います。皆様のご来場をお待ちしております。申し込みフォームからまずはお申し込みをしていただいて、
で、こちらのコメント欄とかでも、ご意見ごとかご要望とかご質問とかありましたらお気軽にお寄せください。よろしくお願いいたします。あ、で、なんで私がこんな格好なのかというと、まあ、セラピストフェスの時にレミリアのコスをしたんですけれども、また希望があればというか、流れ次第ですけれども、コスプレをしようかなと考えております。どんなコスプレがいいかとか、思うことがある方はぜひその辺もお声をお寄せください。とりあえず今日はちょっと、多分これ道化師ですね、なんかピエロみたいな格好をしてみました。いろいろ服は持ってますので、お気軽にご意見ご感想よろしくお願いいたします。ありがとうございました。